こんにちは、スマユーチームの平舘まさきです。今回もスマユーチームが獲得した優待をご紹介します。業績も安定していますね。ご紹介するのはヒューリック株式会社さんです。ヒューリックさんは東京23区や主要都市を中心に多数の不動産を保有している不動産会社です。ホテルの運営も行っています。ザ・ゲートホテルやビューホテルといったブランドのホテルが全国にあります。まずは最初に売上高にあたる前期2023年12月期の営業収益の構成を見てみましょう。営業収益の大きな割合を占めるのが不動産の売却です。保有している不動産を不動産ファンドなどに売却しています。そして賃貸や管理による収益、こちらの厚みがヒューリックさんの特徴になっています。他にはホテルの運営、保険代理店の事業、その他のセグメントがあります。ヒューリックさんは多数の賃貸用不動産から上がってくる安定的な賃料収入が強みとなっています。販売用の不動産を除いた所有物件は約250件にも上ります。半分はオフィスビルです。もう半分は商業施設、ホテルや旅館、高齢者向けの施設、物流施設などでポートフォリオが組まれています。都内のオフィス街を歩いているとよくヒューリック何々ビルって目にすることがあります。青と水色を組み合わせたロゴがビルの上の方や入り口付近についているので分かりますね。こちらですね、ヒューリックさんの決算説明資料を見ると、竣工予定の物件、取得予定の物件、建て替えや再開発を予定している物件が目白押しでした。仕込みが充実しているのが分かります。この後業績をご紹介しますが、今期2024年12月期も計画通りに行けば上場以来16期連続の増益増配となる見込みだそうです。それでは数値を見てみましょう。本社は東京都中央区、東証プライム市場です。前期2023年12月期は不動産の売却額が前々期に比べて約900億円少なかったため、売上高にあたる営業収益は減少しました。ただ売却額は少なくても売却益では前々期を上回っていました。そのため結果的には営業利益は大きく増益となりました。今期2024年12月期についてです。不動産の売却に大きく影響されるということで、例年通り営業収益は未定となっています。ただ利益的には今期をさらに上回るとして増益の会社予想となっています。配当は中間期末ともに26円ずつで、合計は52円の予想となっています。業績予想通りにいった場合、配当成功は約 40% となっています。ヒューリックさんの株主優待の権利確定は12月です。株主優待は300株以上の保有で、グルメ中心のカタログギフトです。運営しているホテルの利用券を選ぶこともできます。昨年もゆいさんが動画でご紹介しています。この時はアイスを選ばれていたみたいですね。美味しそうでした。気になる方はぜひこちらも見てみてください。ただ先ほどの動画が出て以降、昨年2023年8月に2025年権利確定からの株主優待制度の一部変更が発表されています。注意が必要です。変更前の制度は表の通りです。3年未満の保有で3000円相当、3年以上の保有で6000円相当でした。この制度は今年の年末の2024年12月末の権利確定まで適用されます。つまりこれから今年12月の権利付き最終日までに300株以上保有していれば優待はもらえます。そしてこちらが変更となる2025年12月末権利確定以降の制度です。2年以上保有をしていた場合、6000円相当で統一されました。では結局300株以上の株主になった年によってどう変わるのでしょうか。こちらも表にしてみました。2023年以前に300株以上を保有していた方は継続保有を続ければ毎回もらえます。今年2024年12月の権利付き最終日までに新たに300株以上の株主になった場合は、一度3000円相当はもらえます。ただし保有2年以上の縛りが入ってくるので、
2025年12月末はパスとなり、2026年12月末の権利確定で6000円相当がもらえます。なお、来年2025年に購入した場合には2年後の2027年の12月末権利確定から対象になります。今年2024年から株主になった方は一度来ない年が出てきちゃいますが、制度上仕方ないですね。さあ、では届いた株主優待を見ていきましょう。今回は300株3年未満保有なので3000円相当のカタログが2月末に届きました。こちらです。冒頭でご紹介した会社のロゴが表紙に入っていますね。ちょっと手元撮影で写してみます。最初はブランドのお菓子ですね。どれも美味しそうですよね。ピエール・マルコリーナ。こちらはちょっと飛ばして、こちらお肉を見てみます。豚肉の味噌漬け。ソーセージもいいですね。地元の野菜をふんだんに混ぜ込んだメンチカツだそうです。美味しそう。海産物のページになりました。たらこ、干物にマグロ、スモークサーモンいいですね。北海道の根室産で船の上で生け締めした鮭を使っていると書いてありますね。と、こんな感じで本当にたくさんの中から選ぶことができます。ちょっと紹介したいところがありまして、最後の方に北海道七つ星ギフトという北海道の名産品を集めたコーナーがあります。私は北海道の出身なので気になりますね。スープカレーやジンギスカン、アイスクリームも載ってますね。その中でも私は道南の出身なので、このふっくりんこというお米はお家でも食べたことがあったり、結構有名なお米となってます。はい、そして今回スマユーチームが選んだ品物がこちらです。北海道根室産鮮上生け締め大正鮭スモークサーモンです。一袋解凍してありますので、ちょっと食べてみましょう。じゃじゃーん、お皿に移しました。まずはそのまま一切れいただきます。うーまっ生臭さが全くないので、ちょうどいい塩味でめちゃくちゃ美味しい。これはお酒に合う。次はオリーブオイルとハーブ入りのソルトをちょっとだけ乗せてみたいと思います。いただきます。これはお酒のお供。美味しい。ハーブ入りのお塩がすっごい合います。めちゃめちゃ美味しい。これは前菜でも白ワインのおつまみとかにしてもぴったりだと思います。ごちそうさまでした。それでは最後にスマユーポイントです。スマユーポイントでは優待の内容と株式保有に必要な情報を確認していきます。優待の権利確定は12月です。300株以上の保有でグルメカタログギフトがもらえます。2024年12月末の権利確定においては、保有期間が3年未満の場合はカタログから1点、3年以上の場合は2点選ぶことができます。2025年12月末の権利確定からは2年以上の継続保有で6000円相当に制度が変わります。動画公開時点の2024年4月の株価は1400円から1500円の間くらいです。優待の獲得には300株分で42万円から45万円くらいの投資金額が必要になります。はい、ヒューリックさんの株主優待の紹介でした。ちなみにこちらのカタログの中身はカタログギフト大手のリンメルさんのサターンというコースになっています。実際に見てみたいという方はネットでリンベルサターンと検索すると電子書籍で見ることができます。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。次回もぜひ楽しみにしてくれると嬉しいです。次の優待紹介は何でしょう。またね、バイバーイ。